今回は彼らについていかなかったのか。うん、まあな、大森林で大まかな具合は。はそれにアムアレンはとにかく光が強いからな、あんな場所に同行するのはごめんだ。だから寝ていた。眠りはいいぞ、実に快適な時間のやり過ごし方だ。ラハブレアのじいさんなんかはコロコロ体を変えて働き続けてたが、あれじゃ擦り切れるってものだ。気力も記憶も願望さえも。一体いつ眠ってるんだ。どこかで存分に寝だめでもしたかね。やっぱり嫌われているらしい。それほどアシエンを警戒しておきながら、私が連中に接触したとき、なぜ警告の一つも挟まなかった。彼女という英雄は兵器ではないからだ。相手の事情を知ろうともせず戦うことを良しとはしまい。ほう、よくご存知で。まるで窮地のような言い方じゃないか。不思議なものだな、水晶子。お前は一体何なんだ。私は原初世界においてこの塔を作った国、アラグ帝国の建国と繁栄にも一役買った。だからこそ分かる。お前が使った英雄の召喚術は塔に備わっていた機能ではない。それどころか、肉体を捨てさせずに人を別世界に招くなど、アシエンですら成し得ていない技だぞ。そうか、お前はアラグに。ならばこう答えよう。私はお前たちが翻弄してきたもの、人の歴史、人の執念によって導かれた代行者だ。クリスタルタワー、時の翼、彼方より来たりし者による、次元を超えた事象観測、そしてそれらを目にした天才たちが生涯をかけて残したひらめき。私は全ての思いと奇跡を託されてここに立つ。運命に反逆せんとするために。早く役目を遂げたいものだな、お互いに。ああ、まったくだ。
事？ここから先は皆さんだけでお行きください。ナバスアレンへの道は開けた。ならば誰かが陽動を続けているアリゼー様たちにも状況をお伝えせねばなりません。ことと次第によっては続けて大罪悔の討伐に向かう可能性もありましょう。合流の手はずを整える必要があります。なあ、途中にあるゲートってのはトロッコが通る時にだけ開くのか？いや、事故防止のために一度開いたらしばらくは開きっぱなしだ。だったらユールモア軍を巻いた後、みんなもナバスアレンを目指してくれ。そっちで合流しよう。それぞれに悔いのないように。別れも済んだなら動かすぞ。そこそこ揺れるだろうから注意しな。行き先はハイとナバスアレン、アムマリク神宮殿前だ。ゲートの向こう側は線路の整備ができてねえからな。いざとなったら途中から足を使ってくれ。それじゃ、良い旅を。ゲートだな。よし、仕掛けも問題なさそうだ。これはランジート。しぶといやつだな。願わくばあのままくたばってほしかったが。我には奈落すら生ぬるい。あの程度グクマッツをもってすれば何とでもなるわ。むしろ驚きを禁じ得ないのは我の方よ。東の騒ぎを陽動と見て単身こちらに回ったが、よもや貴様らがかかろうとは。無様よな、反逆者ども。我が主に従っていたなら
かように血を這うこともなかった。おお、ミンフィリア、哀れな娘よ。お前はそのまま待て。すぐにネズミどもを始末してくれよ。ダメ、ダメです。そんなこと。なぜだ。かつて我は拾うたびにお前を育て、共に戦場に立ち、何百何千もの罪悔いをほふった。されど世は変わらず、お前は幾度も幾度も死に続けた。この薄汚いネズミどもは、哀れなお前になおも戦うことを迫り、混迷の世に招き入れようとしている。惑わされてはならぬ、ならぬぞ。お前を苦しみから永久に解き放てるのは我が主バウスリーのみ。いえ、私はそんな風に救ってもらいたいわけじゃない。今だって痛くて辛くてとても苦しい。それでもこれはここまで旅してこられた証です。皆さんからかけてもらった言葉を覚えています。一緒に見た風景を覚えています。その思い出があるからこそ、苦しいのだとしてもなかったことになんて絶対にできません。伝えたいんです。大好きだと、ありがとうと。私のこの命全部で。だからあなたの手は取りません。そこを通してください。愚かな反逆者どもに染められおって、仕置きが必要か。お前が伝えようとしてくれた気持ちは、痛いほどよく分かってる。言葉で示せずすまなかった。行け、こいつは俺が食い止める。でも、だから誰のためでもない、お前の望みをぶつけてくるんだ。俺はお前のわがままくらい、いくつだって受け止めてやる。そいつを頼んだ。必ずミンフィリアの元まで届けてやってくれ。行かせはしない。妹と娘、二人の家族への思いだ。打ち破れると思うなよ。少子、貴様のような未熟者が姉の父など名乗るではないわ。
し獣よ来たれ。これぞ我が武器、我が衣。役者不正だ。
てや。愚か者の目が。てや。あの娘は苦難の星のもとに生まれたのだ。苦しむぞ、これからも。守っていくさ、あいつがそれを望む限り。君がこの人生に与えてくれたものを旅しながら何度も思い返していた。たわいもない日常、過ぎていく日々。俺がそれを持て余している間に君はすっかり大きくなった。思い出は一つ一つが鮮明で、だからあの時の言葉もよく覚えている。もらった愛情を今度は誰かに分けに行くと、そう言って遠い世界に旅立っていった。そんな優しい君の願いに今度もまた気づかなければよかったのかもしれない。でも一度くらいは
ちゃんと叶えたいだろ。俺はお前のお兄さんなんだから。ミンフィリア。Who's this? I hope we can say I'm a friend. Listen, you creep. It's not your money we want. It's your ass. I'm sorry to hear that.